はいえー、と <laughs> はい、ゲームコレクターの酒館です。本日は、えっ、ー、と、2020年4月6日、作館学院ゲームコレクター部スタートです。で、えっ、ー、とあ、まずあの、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、あのお仕事を常に募集中というかね、あの、連絡いただければと思います。説明欄にメールアドレスあるので、ね、ぜひお願いします。ということで、えっ、ー、と、本日の予定なんですが、 えっと、まあ、ゲーマーさんのね、あの、僕もちょっと連載させていただいているゲーマーさんのね、人気記事ランキングの方を見ていて、時間があったら質問箱をやろうかなと思います。ということで、まずは、えー、っと、まあ、ゲーマーさんのね、記事、えー、っと、ホームページね、パソコンで見ると、ホームページの、えー、っと、右、右側ね、右側の欄にね、 あのランキング出てます、毎日。で、えっ、ー、と、タブレットで見ると、まあ、ゲーマーさんのトップページを見ると、バーっと送っていくと、えっ、ー、と、行き過ぎたな、下の方に、えっ、ー、と、 こんな感じで、ね、人気ランキングってこう人気事ランキングって入ってるんでこれをちょっとね見ていこうかと思いますえっとまず1位がね、えっと、バンダイナムコスタジオ鉄拳シリーズなどで使用されたリグをベースにした BNS リグを配布これ難しいなこれ扱うにしても難しいな一応読んでみようか、えっと、バンダイナムコスタジオ鉄拳シリーズなどで使用されたリグをベースにした BNS リグを配布 3月31日の記事ですね、えー、とバンダイナムコスタジアは本日3月31日より同社の公式サイト上でフリーで使用できるリグ BNS リグの配布を開始したゲーム業界のアニメーターを志す学生の就職活動や業界内外のアニメーターの転職活動の際に多くの人が無償で配布されているリグを使用しているそうだが その選択肢は限られておりその中から目的に適したリグを見つけられるとは限らないというそのため今後ゲーム業界で働きたいと望む多くの人にとってより良い環境を提供したいという思いからリグを無償提供することにしたとのことだということでねまあ鉄拳とかソウルキャリバーでねの使われてるらしいですねまあこれはでも一般的に まあ、就職とかの方ねアニメーターとかにはいいんだろうけど一般の人が遊ぶにはちょっと参考にあんまならないのかなで2位が、えー、とアクションタイマニンプライベートルームキャンペーンの優秀作品が発表、えーと 3, 位えー、3位がエースコンバット7スカイ・アンノーンシリーズ25周年を記念した無料アップデートが、えー、と配信開始でこれ4月2日の記事ですね えとバンダイナムコエンターテインメントは PS4、Xbox1、PC 過去スティーム用ソフトエースコンバット7スカイ s u n k n o においてエースコンバットシリーズ25周年記念無料アップデートを配信したということでえー、っとあれこれ何だったっけな えっと、エース・コンバット・セブン・スカイズ・アンノーンは、えっ、ー、と、2019年の1月17日に、えっ、ー、と、PS4 と、えっ、ー、と、XBOX1 と、で、発売されて、パッケージとダウンロードがありますね。で、えっ、ー、と、スチーム版がね、えっ、ー、と、2019年2月1日でオープン価格となっているんですが、これのアップデートですね。うん、ちょっとまだ僕は、あのー、エース・コンバット・セブンはね、 プレイしてないってか買ってないんであれなんですけどエースコンバットって言うと僕の中では、ね、ちょっと 3DS のエースコンバットで止まってるので、うん、ちょっとそろそろ手を出してもいいのかなというか手に入るのかな <laughs> でもこれすごいね収録内容エンブレム12種えー、っとスティンが何種類かあるんですねうんまあいいや持ってないんでこれ以上何も言えませんと でえー、っと4位、えー、っと集まれ動物の森にてイースターイベントが開始。イースターエッグを集めて特別な家具を DIY しよう。ちょっとね、これも僕はあの集めてる動物の森プレイしてないんで何とも言えないんですけど、これが4月1日のニュースですね。えー、っと任天堂は任天堂スイッチ用ソフト、集まれ動物の森において本日4月1日から4月12日までイベントイースターを開催する。 本日4月1日より季節のイベントイースターが開催ソフトの最新バージョンの更新データをダウンロードすることで島にイースターバニーのぴょん太郎が登場ぴょん太郎が島のあちこちに隠したイースターエッグを集めてイベント限定の特別な家具を DIY することが可能だまた4月になったことで北半球の島では桜も咲き始めているはずだ桜の花びらを網ですくってゲットすることで 春らしい DIY を楽しむことができるぞってことでねいや詰め僕はまだプレイしてないんで何とも言えないんですけどこういうのも大変ですよねまあ今ほらあの武漢ウイルス絡みでねやっぱりいろいろと問題も起きてるんでまあこういう時にねこの外にね桜見に行かないでゲームの中でこう桜を見るのがいいと思うんですよね。あのー 不要不急の外出、こう桜を見る。まあ、不要不急の外出って言葉自体があんま良くなくて、ね、桜を見るのは俺にとっては、あのね、あの、急を要する用事だっていう人は、こう言っちゃうわけですよ。だから、こうね、巣鴨とか言っちゃうわけですよ、こう。ね、あの、お年寄りの方々は、まあ渋谷もなんか空いてるって話も聞くけども、ね、でも、なんだろう。ね、もう、あれですよ。もう僕は横浜の人間なんでね、もう、 気がつくと1ヶ月以上東京行ってないんじゃないかな <laughs>。という感じでね、あの、まあ皆さんもね、桜をこう見たいんだったら、こう、ね、ゲームの中の桜を見るっていうのがまあいいのかなと思います。ただ、この任天堂さんもね、多分こう、多分年間イベント決めてもう作って、まあ多分運営、運用系だから、こうダウンロード、アップデートか、アップデートすることでこう、 イベント発生するってことは常時こう捨てることにイベントでもしかしたらこう最初から中に仕込んでないのかもしれないけど仕込むとしたら今度この開発現場とかもね大変ですよね。あそういう意味では運営系のゲームってどうやってこうイベントねあのー、まあまあ実質ねゲームの開発なんかもその。 ね、あの自宅テレワークでできるっちゃできるけどあの、ね、ちょっとそのなんだろうな権利関係っていうかこう機密事項をねあのテレワークであの守れるかってところをどのように、まあ、生命の問題もあるから大丈夫だと思うんだけど会社によってそこら辺でどういうふうにやってるかってありますよね。ほらあの デバッグ会社なんかもほらあのー、携帯とかも持たないでこうね全部荷物を置いて部屋に入ってデバッグとかするわけでしょだからそうなるとそういう業務をする人たちはテレワークで外でなんかできないわけですよまさかねこうデータを送ってデバッグしてもらってってことは開発機材を渡したりしないといけないからだからそういうところって今どうやって仕事されてるんでしょうねもうほら、僕ら僕のの…場合、その テレビはなんかは見れるからその最近ほらテレビ,中テレビ放送、まあ、YouTube なんかもそうだけどこう、ね、あの密着の条件に該当しないように席席すすんですよね、一人一人の席を。あのまあ、いつその武漢ウイルスがこう体,体内というか体にあるかどうかわからないからみんなこうスタジオでも離れてこうねやってるじゃないですか。 だああいうやつ見ると開発現場もなんかデバッグ現場とかね開発会社なんかもね多分ねそんなにこうあれですよ一人一人席離してやってるのはまあなんだろう,こうテレビ中継テレビ中継じゃないやテレビ取材とか受けてねこうここは開発現場ですってなってやってるあの大手のねまあちょっと IT 系企業とかだったら 一個一個の席離れてたりするけどまあ一般的にねそういうところには出てこない開発現場なんて割とこう小さいね部屋でこう結構密集してね開発してたりする場合が多いのでそうすると今どうされてんのかなっていうのは気になりますよねだから最終的には技術的にはできるんだけど契約なりその機密事故機密漏れとかのことを考慮した場合にどういう対応されてんのかっていうのはこれは 気になりますけど、さすがに僕もね、あの、こういう今回みたいな緊急事行緊急事態になってるね、時に開発現場にいたわけじゃないんでな、どうされてんのかなと、大変だろうな、っていうのを、あの、なぜか僕はこの動物の森のこのイースターエッグのね、このイベントの記事から思ってしまいましたと。で、えっ、ー、と、次、4位。えっと、今のが4位か。えっ、ー、と、5位。 えとバイオハザード、えー、RE3 はジェルとネ,ネメシスとの戦いカル,カルロス編もプレイできた最新プレイレビューをお届けあいいですねこのこれ4月3日に発売されたタイトルだけど3月31日にえっ、ー、とレビュー記事がアップされてるんですねああ なるほど。えっ、ー、と、2020年4月3日に発売予定のバイオハザード RE3 以下 RE3 以前お届けしたプレイインプレッションでは、主にバイオハザード RE2 以下 RE2 との比較が多かったが、今回はエンディングまでプレイした最新レプレイレビューをお届けしよう。すごいね。発売前にプレイレビュー書いちゃってるんですね。なるほど。まあいいや。<laughs> はい。 なるほどね。プレイレビュー。でも、レビューって大変なんですよね。あの僕、前も話したと思うんですけど、僕、ゲーマーさんのところでは、あのインプレッションって記事を書いてるんですよ。連載でね。 でなぜインプレッションにしてるかっていうとレビューっていうのがやっぱりこういいとこも書くけど悪いとこも書かなきゃいけないじゃないですか本質的にはね最近のこのここ数年でねその褒めるとこだけ褒めればいいっていう考え方もあるんだけどやっぱりその 僕のね立場からするとやっぱりカカクコムさんのレビューなんかもやってるしやっぱりいいとこも悪いとこも書いてそれを全部さらした上でこうあの皆さんにねあのそのゲームの内容をね理解してもらうっていうのがねやっぱり僕はゲームをその説明なり評価する時に必要なことだと思ってるんですよだからそういう感じでねレビューだったら書くんですけどまあ 要はこのまあ、ゲーマーさんところでね書く場合ってまあやっぱ最新のゲームじゃないとねニュースサイト的にはちょっとバリューがない部分もあるんで僕は発売、まあ、前後ぐらいで書ければいいなぁと思ってるんですけどまあそこでねあの要は発売前からこれ面白そうだっていうので一応ゲーあの編集部にはこうねリストを渡すんですけどただそれをね をプレイしてレビューは書けないわけですよ。まあ,あのプレイしたら面白くない場合もあるでしょ。<laughs> まあだからそういうところでいくとレビューというのは僕はあのできないんでインプレッションって形にしてその代わりインプレッションはま10時間プレイしてるよっていう条件で書かせていただいてます。まあ僕あの他の人はどうしてレビューでやってるかを、まあ、僕はその皆さんのねレビューにレビューって言葉に対するま価値とかね。 考え方が違うので分かんないけど僕はそういう感じであの仕事をさせてもらってますで6位えっ、ー、とニアンティック、えー、自宅からもリアルワールドゲームを楽しめる環境を整えるために、えー、ポケモン g イングレスなどの仕様変更を発表えっ、ー、とあれかなるほどまあいいやこれはちょっと僕のパッケージゲームとはちょっと関係ないんではい で次、えー、と7位「キャプテン翼、えー、ライズ・オブ・ニュー・チャンピオンズえ」プレイヤー自身が主人公として打倒難活を目指すエピソード・オブ・ニュー・ヒーローを紹介これなんだろうなあそうこれ今度出るやつか出る予定のやつですね、えーと「キャプテン翼、えー、とライズ・オブ・ニュー・チャレンチャンピオンズ」 プレイヤー自身が主人公として打倒難活を目指すエピソード・オブ・ニュー・ヒーローを紹介、えー。バンダイナムコエンターテインメントは2020年に発売を予定している PS4 ・任天堂ンドースイッチ用ソフト、キャプテン・翼バライズ・オブ・ニュー・チャンピオンズについて、プレイヤー自身が主人公となるエピソード・オブ・ニュー・ヒーローなどの情報を公開した。すごいですね。 キャプツバってもうなんだろう僕が、まあ、漫画の連載をリアルタイムで見てた世代なんですよね80年代にね、えーとまあ。見てたって言っても正直その漫画の連載が終わるまでちゃんとジャンプ見てたかっていうとそうでもないんだけど初期のねあのあれですよあの山からこうねサッカーボールを蹴って若林くんキャッチするみたいなねあのあとあのあれか。 なんだっけトラックかなんかバスかなんかのあの下をボール通すやつとかねああいうキックとかのあの支援とかねあの大変なめ名シーンがありましたね。うん、でも「キャプテン翼」も90年代にアニメでリメイクリメイクっていうかえー、っとまた最初からやってまた2000 10年代かなまたやってましたよねだこれは何なんだろうまた違う確か原作で最初からやるんですよねこれ、えー。でもこれは違うのか。えー、っとこのニューヒーロー編っていうのはそのエピソードとは別に新規で入れてんのかな主人公は君自身目指せ世界の頂点エピソードオブニューヒーロー。えー、っとニューヒーロー編ではプレイヤー自身が主人公過去1年生となり強豪校であるフラノチュー えー、と武蔵中学校東方学園のいずれかに所属その中で各校の中心選手という友情を深めながら、えー、全国中学生サッカー大会後に開かれる日本代表選手選抜を兼ねた新たな大会ニューヒーローリーグでの全勝、えー、と打倒難葛を目指すってことはアニメは多分3年生までやって 3年生までっていうか多分ねえっとあれかアニメは小学校6年生の時代をやった後一気に中3なんか2連覇してって中3みたいな軟轄が強いっていうような状態があって,して3年で卒業するまでだったのかな。うん、だからその原作の時点では出て。 あの多分まだ目が出ててなない1年生って設定なんでしょうね多分でも富良野中学なんてもうすごいこう連携のすごいねチームだからここにこうそんな1年生飛び込んでこう大丈夫なのかなってあるし武蔵中学は逆になんとなくこのね美く君以外あんまりインパクトないからまあ誰が入り込んでも分かりづらいかなってあるし。 まあ東方、まあ、東方もなんとなくそんなところあるかなでもそうするとあれ澤田くんだけあのボーツの子あれの印象が薄れちゃうんじゃないかなまあいいや <laughs> えっと富良野中学校ルートこれは俺たちの戦いだ富良野中サッカー部の3年生たちは全国大会終了後部活生え引退を前にえー えー、物質を片付けていたそんな時に思いかけず巡ってきた中学サッカー本当のラストチャンスだラストチャンスだが俺参加できないと小学生の時から共に歩んできた仲間たちがそれぞれの道を選ぶ中キャプテン松山光は彼らの熱き思いを胸に再び戦いの場合あなるほど3年生の子たちがこうもう抜けていく中で入ってくる1年生あの要はレギュラーメンバーに入っていく。 でもそうすると逆に余計なんかフラの弱くなっま,まあいいやは <laughs> い,いやこれ武蔵中学ルートとね、えー、東方学園ルートもあるんで、まあ、そこはあの実際ご確認くださいで、えー、と主人公はプレイヤー自身憧れの選手と共に夢の舞台で栄光をつかめ、えー、プレイヤーの分身となるニューヒーロー、えー、とエディットプレイヤー 不思議と人を引きつける魅力を持つ中学1年生のサッカー選手あらゆる潜在能力を秘めておりまさに無限の可能性を持つサッカーを愛するあなたプレイヤーの分身なかなかねこうしかもなんかこうエディット、まあ、大体多分ね高橋先生のねあのようなキャラクターになるんだろうなという感じがします。 まあいいやこれあんま深掘りしてもしょうがないや。えー、っとで釣りえー、っと8位 XBOX1 読みを咲く花はダウンロード専用で6月11日に、えー、発売。 PS4、Nintendo Switch への移植展開も明らかに。これどこのだろうあ、Experience さんね。Experience は Xbox One ダウンロード専用ソフト、読みを咲く花を2020年6月11日に発売すると発表した。価格は7800円あ。ダウンロードで7800円って結構な値段ですね。 また前回のタイトル発表に際し多くのリクエストがあったことを受け p s 4ええ n t e n d への移植も決定2020年冬の発売に向けて、えー、順次作業を進めていくとのことだ、えー、と読みを咲く花ではプレイヤーは非合理な、えー、手段で雇われた地下炭鉱師アンダーノーツを統括する 会社の社員各弧課長職となり「凶王,王,、ね、王の罠」により閉じ込められた部下とともに迷宮を攻略していく「読み族」と命名された「怪物怪物との怪物へと挑む力」「スイッチブースト」や「道を切り裂く力を持つ読みの花」の能力を駆使し地下への生活を目指そうということでね。 これはどうなんだろうなぁ。ダンジョン RPG なのかな、まあ、エクスペリエンスさんって言うとダン、えっ、ー、と、ダンジョン RPG のタイトルが多くて、まあ、エクスペリエンスさん自身も出してるし、えっ、ー、と、他社からね、開発会社として、デモンゲイズだっけあの辺とか、えっ、ー、と、東京なんだっけ名前出てこない、出てこない。アビスとか、あの,あの辺ね。とか、えっ、ー、と、 あったな最近やったなまあいいやまい、あ、ろいろ RPG あるんですけどまあその一方であれですよね最近そのホラー系のタイトル NG とかシーンだっけあの辺がこうあれですよね最初この XBOX1 あたりから出てこう PS4 まあ、ビータも前今前はビータもあったけどそういうところに出てってこうスイッチに流れていくみたいなね NG が多分あれですよね。5月に PS4 版が、えっと、連歌版が出るのと同じぐらいの時期にスイッチ版が出ると。で多分あれは PS4 とビータで先に出てるのかな。なんかそういう展開もあるんで、多分開発スタッフ的に人員の問題もあっ多分最初に1個どっかで出して、で、その後多分最初そのメジャーでもないところのハードから出て、 多分移植作業の中でこうブラッシュアップとかもしていくような作りなんじゃないかなと個人的には思いますはいもしくはね XBOX1 のゲームも結構作ってるはずなんで多分開発環境の元がそこなのかもしれないですよねまあそろそろ国内で XBOX1 ってところはちょっとなしになっていくような気がしますけどはいまあいいやというか であともう2個ぐらいあったかなえっ、ー、と9位えっ、ー、とファイナルファンタジー7リメイクファイ,ファイナルトレーラーが公開 PS ストアでの事前ダウンロードも開始これ4月3日のニュースですねえっ、ー、とスクエニックスは20402020違違年4月10日に発売を予定している PS4 ソフト、えー、とファイナルファンタジー7リメイクのファイナルトレー,ナーラーを公開したまた PS ストアにてダウンロード版 およびデジタルデラックスエディションの事前ダウンロードが開始 PS スストアで予約購入すると、えー、本日から4月3日ね事前ダウンロードができ発売日の0時よりゲーム本編をプレイすることができるそ,その他ツイッターや LINE インスタグラムなどで SNS で使用できるアイコンやヘッダーが公式サイトにて公開されているということですねまあいいやこれは そう全部読んじゃったよって感じのニュースでしたで10位えー、っとこれはなんだ PS4XBOX1 版えー、っと黒い砂漠、えー、クロスプレイ実装アップデート以降にユーザー数が増加復帰ユーザーは350%増加に、えー、3月30日のニュースですねなんだろうこのゲーム知らないなえー、っと韓国、えー、パールアビスは PS4、Xbox One 版、黒い砂漠について、クロスプレイ実装アップデートを実施して以降、復帰ユーザーが350%、新規ユーザーが250%、同時接続者数が126%増加したことを明らかにした。これは、あれかな、その、クロスプレイ云々もあるけど、今ちょっと家出てないっていう事情もあるのかな。 えーとパールアビスをコンソール版、えっ、ー、と、黒い砂漠復帰ユーザーが大増、大、大,大幅増加。えー、クロスプレイ実装以降も安定的なサービスをお届けします。いや、正直僕、このゲーム知らないんだけど、なんだろう。あ、ダウンロードですね。えっ、ー、と、黒い砂漠スタンダードエディションが PS4 版で、えっ、ー、と、なんだこれ。 えっと、同じようなのが、えー、あ、そっか、スタンダードエディション、デラックスエディション、アルティメットエディションが PS4 で出てるんですね。んなんだろう、これ PS4 版しかデータ書いてないってこと Xbox One は国内で出てないのかな。まあいいや。えっ、ー、と、とりあえずね、そんな感じのランキング10位まででした。えっ、ー、と、 えっと、ということで、なんか、先週ね、割とこう、ね、パッケージゲームファンというか、ゲームコレクター的にはちょっとね、気になるトピックスもあったんですけど、今週はね、あんまりこう、ピンとこないなというところで、まあいいや。えー、っと、残りの時間はちょっと質問箱をやっていこうかなと思います。えー、っと、一つ目、えー、っと、今までプレイして、今までしてきたゲームで一番ムカついたゲームはっていうのがね、 あるんですけどえー、っとです、ね、これはね何だろうエピソード的なところでいくとあのしょこれ前も配信で話した気もするんだけど中学生の時にあんまり遊ばない友達がねファミコン買ったから遊ぼうぜってで誘いが来てねあんまり遊んでないんで他の人にも誘ってると思ってねあの特にねあの気にせず じゃあ遊び行くよ」って言ってで、まあ、とりあえず何も持たずにね <laughs> 行ったらその友達の家にねあったのがね <laughs> あのこれですよ「えー、と元祖左右池スーパーモンティ大冒険」あの。友達はファミコンを買ったっていうはしゃいでて最初に買ったのがこのソフトでその日遊べるゲームがこれしかないという状況をあの想像してください。 はい。ムかつきましたね。まあ、そういうことです。はい。まあ、正直ね、あの、悲劇でした。いやー、大変ですね。こういうことはね、あってはならないことですよ。えっ、ー、と、次にね、えっ、ー、と、何をしているときが幸せうーん、まあゲ、ゲームね、遊んでるときでもいいんですけども、まあ、何も、 考えずにね。ゲーム遊べるのが一番いいし。あとはね。ゲームの開発に関わっててね。こう割とこう。好きに色々できてる時って楽しい。あの幸せですよね。まあ、例えばそのね。あの 3d ダンジョンをこうひたすら <laughs> 仕掛け考えなってからね。マップ作ってスクリプト組んでとかね。やってる時とかは楽しいですよね。うんまあ、脱出ゲームとかも楽しかったけども、脱出ゲームはもう割とこう。 えっとグラフィック作る人のね、にもう発注してて、そこからこう組み立てるから、あんま自由度ないんだけど、ダンジョン RPG なんかだと、自分でね、もうツールがあれば、中身、もテキストも含めて、ほとんど全部やれるし、まあ、足りないものは、あでね、アニメーションなり作ってもらえばいいんだけど、まあ、そういう感じなのでね、開発の仕事はね、あの自由にできたら楽しいですよ。はい。 ただねあの何だろうダンジョンあ違う RPG スクールとかねああいう作る系は逆になんかすごいなんかなんだろうな面倒くさそうというかねまあ最近もあのこの辺にあるかなまあいいやあの,アクショあの RPG 作るやつあるじゃないですかあのなんだっけブロックで作るやつあれなんかもねあんまりこう便利じゃないんですよね。 であとマリオメーカーもね個人的にはちょっとねあそこまでこうシステムなりじゃあのもうゲームが決まっちゃってると逆にこうなんかあんまりこう入り込む余地がないというかもうあと配置するだけじゃんってそはちょっとうんって感じはするけどまあゲームねある程度自由に作れたらそれこれほどね楽しい話はないような気がしますえー、っと まあいいや、そんな感じに今日はこの辺りにしておきましょうか。えっ、ー、とね、本日の記念日ゲームなんですが、えっ、ー、と1990年の、えー、と4月6日に発売されたディープダンジョン4。これがちょうど30周年になります。ね。30周年。これディープダンジョンなんですけど、僕はね、あのディープダンジョン1、2、3はね、クリアしてるんですけど、まあ特に1と2はね、リアルタイムに当時やってて、まあ、特に、 えーっと、1、2、2かな。あれはデータ持っていくとレベル2から始まるぐらいの、なんかひょしょぼい、こう、アップ、あの、なんか連携してたような気がするけど、ただあの、当時はね、ダンジョン RPG あんまりなかったんでね、こう、自分で方眼紙にね、あのマップ書いていくのが楽しかったんですけども、まあ、3も良かったんだけど、4はね、ちょっといろいろと条件変わってて、クリアしてないんですよね。まあ、いつかクリアするか、 わかんない。<laughs> まあいいや。そんなところで本日はこのあたりにします。以上、サッカンでした。おやすみなさい。